岡山城路中学校、高等学校は、岡山県赤岩市勢力に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。高等学校では、高等学校第3学年で混合して、クラスを編成する併設混合型中高一貫校。設置者は、学校法人三木学園。創設者及び、初代校長は、三木翔吾である。 兵庫県にある白両中学校、高等学校は姉妹校である。兵庫の白両中学、高校の設立から十三年後の千九百七十六年、三木翔吾が岡山白両中学校、高等学校を設立。三木は沿線で一番乗降客の少ない駅を選んだという。緑に囲まれた落ち着きのある環境も高砂白両と同様であり、斜面の向かいには、 吉井川が流れ、霧が立つことがしばしば見られる。以前は70分授業を実施していたが、2019年度から50分授業に変更された。2020年度からは、始業時間が午前9時からとなる。また、学寮、赤根寮や下宿を完備し、遠隔地からの生徒を受け入れている。したがって、関西圏では、兵庫以外から多く集まる。 寮生は1割、残りは通学者で、地元岡山県だけでなく、兵庫県からの通学者も多い。2012年8月に、旧校舎が取り壊され、約2倍の広さの新校舎が完成した。2021年4月に新校舎が完成する。9月に一般公開される運動会では、中学1年から高校3年までが補聴を揃え、更新し、学校長並びに、 来賓の前を通過する際に敬礼するなど、上気を通じて、集団行動の大切さ並びに最低限の礼儀を教え込むことを目的としている。高等学校の修学旅行先をロンドンにしていることや、希望者を交換留学生として、米国へ送るなど、国際的でもあるが、一時期は、国際情勢が悪化したため高等学校の修学旅行の行き先は、 北海道に変更になっていた。2019年度は行き先がロンドンに戻されたものの、2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行により、ロンドンから沖縄へと変更されたが、感染拡大のため中止となった。東京大学及び国公立大学医学部へ毎年コンスタントに合格者を出している。2014年から2018年までを合計すると、 卒業生の14.2%が、東大、国公立大医学部に合格している計算になる。上記23の部活が存在するが、中でも柔道部とディベート部と科学部は優秀である。ありがとうございます。